ホノルル美術館所蔵の満宿。20世紀初頭のもの。満宿とは漁師の晴れ着として作られてきた和服の一種。江戸時代から漁師の間で広まった民族的衣装で、江戸時代の暴走半島の漁村が発祥と言われる。その後、広く太平洋岸の漁村にも広まった。起源は大量祝いの引き出物として、選手や網元が漁師に配った祝い木であるとされ。 小反点を染め上げたものだったという。柄は黒潮を表す藍色で文字を染め抜いた地味なものもあるが多くは鶴亀、宝船、鯛など縁起の良いものを多色染色で鮮やかに描いている。その鮮やかさは漁民民芸の結晶と呼ぶものもいるほど。生地は通常は木綿が使われるが稀に絹が使われた事例も見られる。 妄想で満宿の技術を継承する染め物親は鴨川市などの2県に減ったが、その染色技法は大量気づ作りや現代ファッションにも転用されているほか、各地に伝わって民芸品などに活かされている。正月の山景などで漁師仲間が打ち揃う時には、全員がこの衣装をまとって道を練り歩き、 沿道の人々の目を引いたという。太平洋戦争前は満宿を羽織った漁師が神前で宴会を開いていた。満宿の風習は太平洋岸の静岡県から三陸海岸北部の青森県内まで広く伝播した。最盛期は江戸期を過ぎて明治から大正に入ってからであったとされる。これが慕れるのは昭和30年代以降である。漁師への修義が 実用的なジャンパーや家電製品に変わっていったなどが背景にある。和服の常として古くなったものはほどいて仕立て直したりボロとして消費したりされたため古くから風習があったことは伝えられているものの古い満宿の現存数は少ない。和服デザイナーのリュウカズコが夫と共に訪れたメラの雨小屋にかけられた満宿の美しさに感動し、 暴走の漁村を回って200着ほどを収集。施設の白浜海洋美術館を開いて10着ほどを展示している。またアメリカが州国西海岸などに暴走からの移民が携えてきた満宿が一部残されている。ありがとうございます。